今回ご紹介する内容は、数年前の少々古い記事なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は初めてこの件を知り感動してしまいましたので、記事の内容と台湾の方の声をお届けしたいと思います。台湾の南東県というところに、トラズ山、という山があります。そこは、休日になると、 台湾国内や中国からも観光客が訪れるほど有名なスポットなのですが、一方で、その観光客が捨てていくゴミが問題となっており、地元の方も頭を悩ませていました。そんな中、台湾人でもない一人の一般の日本人が、台湾人や中国人観光客が捨てていた、ゴミ拾いを日課にしているということを地元住民が発見しました。 このことは Facebook 上で話題となり、テレビや新聞でも取り上げられるほど台湾の人の心に刺さったようです。その日本人の方は、佐藤史郎さんという方で、台湾の風土と人情を愛し、一年の半分を取らず山がある、里地んで過ごしていらっしゃるようなのですが、愛する取らず山を守りたいという一心で、ゴミ拾いをやり出したと述べています。 この事実を知った台湾の方の声をお聞きください。この日本人は本当に素晴らしい。たくさんの腐った台湾人に感動を与えてほしい。台湾人のレベルはまだまだ低い。我々は日本人レベルになるために成長しなくてはならない。日本からいいところを学び、中国から悪いところを学ばないようにしよう。 台湾人はもう成長できないよ。自己中心的な人が多すぎるわ。台湾は至る所にゴミが落ちている。台湾人の道徳水準はかなり低い。本当に情けない事実だ。ゴミを捨てる者自身がゴミだ。ゴミがゴミを捨てている。これが本当に台湾を愛してるってことだよね。 台湾人よりも台湾のことを愛してくれていることに私は感動したよ。彼は台湾に住んでいるわけじゃないけど、台湾を愛している。私たちはただ台湾を愛してるというだけじゃなくて、行動に移すことを検討しなければいけない。多くの政治家が台湾を愛してますと言うけど、選挙後は何もしないよね。結局選挙に勝つためだけに言ってるだけ。 口だけなのか本気なのかは、この日本人の人の行動を見ればわかるよね。ちょうど日本から帰ってきたんだけど、本当に両国の文化水準の差はでかいと痛感した。文化、民度、とにかく全てにおいてだ。全台湾人が日本を訪れるべきだ。本当に差はでかいよね。私は日本から帰ってきてからすぐに日本語の勉強を始めた。 そしていつか日本に住んで、本物の先進国というものを体験し学びたい。台湾人の道徳心と日本人の差は大きいよ。これが先進国とそうでない国の違いだよ。この記事を読んで俺も努力して日本語を勉強してみたいという気持ちになったよ。そして台湾人と日本人の差を肌で感じたいんだ。私は、今、 日本の横浜にいます。横浜を本当に気に入ったよ。本当に素敵。そして全ての日本人が親切。ますます日本が好きになったよ。台湾の山が好きだなんて本当に嬉しいね。台湾の山も日本同様式があり本当に素敵です。それを我々台湾人は大事にしなければいけないです。本当に恥ずかしすぎる。 台湾人や中国人はゴミを持って帰ってないんですか簡単なことです。自分のゴミは自分で持ち帰る。それで環境は綺麗に保たれます。小学生でもわかるでしょ。日本の水道水はそのまま飲めるよね。東京の水辺には鳥もたくさんいるし、綺麗な証拠。台湾はすごく汚い、一羽の鳥もいない。 このことが全てを物語っているよ。中国の水も相当やばいよね。蛇口をひねった瞬間、お茶が出てきたのかと思った。台湾はすでに中国と同化しつつあります。国民の水準がだんだん低くなってます。我々は脱中国を考えなければいけません。日本人は地球を愛する民族だ。 だから私はこの件で別に驚かないね。日本人なら当たり前のことを彼はやっただけなんだ。これが日本がアジアで唯一の先進国という理由だ。ゴミ捨てをする台湾人と中国人は本当に教養がない。情けないね。我々は中国を反面教師にし、日本を本当の教師とする必要がある。日本とシンガポールはとても綺麗だ。 これは小学校からきちんと教育されている証拠だ。この山のゴミ問題に関しては刑罰も一種の手段だと思うよ。その二国は比較できないよ。日本人はゴミを捨てないことは習慣になってるけど、シンガポール人は罰金が怖いためにやってるだけでしょ。中国もそうだけど韓国も結構汚いよ。ソウルとプサンに行ったことあるけど、ゴミが結構落ちてる。 台湾人のタバコのポイ捨ても多いよなぁ。見てるこちらが嫌になってくるよ。インターネットを見て分かったんだけど、日本統治時代は台湾はすごく綺麗だったんだね。ゴミはないし、汚染もない、生態系の破壊もない。でも今はダメだよね。日本人は台湾に来てゴミを拾う。中国人は台湾に来てゴミを捨てる。 中国は GDP 世界第2位になったとか自慢しているけど、もっと足元を見る必要があるのでは観光客に物申す。自然に分解するゴミ以外は持ち帰れ。お前ら何歳だこの記事はまさに学習に値する話だよな。台湾人全員がこの記事を読むべきだ。日本は数字だけの先進国じゃないということを改めて実感した。 佐藤史郎さん。本当にありがとう。もし今後、この山に登る機会があれば、私もゴミ袋持って行きます。一人一人がゴミ袋を持っていけば、山だけでなく台湾の環境も良くなります。台湾の皆さんぜひやりましょうよ。学習になる。何言ってんの。みんな気づくの遅すぎませんか 私は10年以上前から子供には自分のゴミは自分で持ち帰るように教育してます。人の振り見て我が振り直せ。マジ恥ずかしい。台湾の水準は中国レベルになったか。家庭教育、学校教育すべて失敗だ。再度日本に入ってもらうべきだよ。このニュースを見たら、恥ずかしくなった。 台湾人全員が生活習慣を変えることを希望します。これは国レベルで動かなくてはいけない。もう本当にポイ捨てしないで。私の街もゴミ問題で相当悩んでいます。台湾の旅行者はどこに行ってもゴミを捨てるよね。お願いだから台湾から出ないでね。恥ずかしいから。台湾人の水準は本当に低すぎる。 数日前にコンサートに行ったんだけど、飲酒禁止にもかかわらず誰かお酒持ち込んで干渉してたからね。これは日本人の美徳、ちびまる子ちゃん見たらわかるよ。ちびまる子ちゃんの中のおじいちゃんはよく河川敷でゴミ拾ってたよね。台湾人には不可能だ。台湾人はもともと水準が低いでしょ。日本統治時代は日本人がいたからよかったけど、 今はまた元に戻ったよね。日本人の方が台湾のことを愛しているんじゃないのか。我々の愛国心は上辺だけだとしか言いようがない。本当に恥ずかしい。台湾のゴミを日本人が拾うとは。佐藤史郎さんへ。もしこの報道を見ていたら、あなたに言いたい。台湾を好きでいてくれてありがとう。そして模範を見せてくれてありがとう。 あなたは私たちの先生だ。俺も同感。すべての台湾人、そして中国人に限らずアジア人全てに言いたい。なぜ日本という国と日本人が世界的に信頼されているのか。お金を持っているという理由だけじゃない。考え方、民度、全てにおいて日本を基準にするべきだ。全アジア人は日本という教師から学ばなければならない。 中国やアメリカじゃなく、日本を追いかけなければならない。